マツダのウェブサイトをご覧いただきありがとうございます。こちらの動画では CX80 のパッケージについてご案内させていただきます。 CX80 は全ての領域に妥協せず作り込まれたマツダのフラッグシップ SUV です。風格、品格を感じるデザインや圧倒的な走行性能に加えて、お客様の多様なニーズに十分応える SUV らしいユーティリティ性も持ち合わせていることが特徴です。 CX80 の使い勝手に関する5つのポイントをご紹介いたします。まずはボディサイズです。全長 4990mm、 全幅 1890mm、 全高 1710mm、 一目で圧倒的な車格を感じられます。一方で運転のしやすさや駐車場要件の一つ、全長5メートル以下、全幅 1.9 メートル以下も考慮したサイズになっています。ボディサイズが大きいと運転に不安を感じられる方もいらっしゃるかと思いますが、 CX80 は取り回しのしやすさにもこだわっています。ホイールベース 3120mm は国内 SUV の中でも最長クラスですが、最小回転半径は 5.8m、 こちらの数字は CX8 と同等なんです。エンジンを縦置きした FR 構造のため、タイヤの切れ角が大きくなっており、優れた小回り性能を実現しています。次に2列目空間です。室内幅は CX8 より拡大しており、余裕のある室内幅を感じていただけると思います。肩回りや頭上空間も余裕があるので、2列目に大人が乗るというケースも快適にお過ごしいただけます。また身長150センチ程度のお子様や小柄な方への配慮も忘れていません。座った際に足が床に届きやすいフロアの高さに設計しているので、安定した姿勢を取ることができます。どなたが乗っても快適、そんな空間になっています。ちなみに2列目席の室内幅は海外向けの CX90、CX70 と共通です。海外にも通用する室内幅ということで、余裕が感じられる空間であることをお分かりいただけるかと思います。次に3列目空間です。一般的には SUV の3列目は閉塞感を感じやすいですが、 CX80 は170センチの大人がしっかり座れるスペースを実現しています。ルーフを高く設計することで頭周りのスペースを確保したり、サイドウィンドウを大型化することで大きな視界による開放感を感じられるようにしています。パノラマサンルーフと合わせると車内全体が明るくなり、一層の開放感があります。次に荷室です。積み下ろしのしやすさを考えて、荷室開口部の吐き出し高さを低く設定しています。日常使いの便利さはもちろんですが、特にアウトドア愛好家の皆様、キャンプでも釣りでも何かと重くなりがちなクーラーボックス、力いっぱい持ち上げなくても乗せられるというのは魅力的ですよね。他にも CX80 は3列目を倒すと広大な荷室が生まれます。ゴルフバッグを縦積みで4個、大人数のスーツケースも余裕で収まります。いろいろな使い方ができるんです。最後に1つ、CX80 のパッケージを生かした楽しみ方のご提案です。3列目は使わないという場面結構ありますよね。例えば大人4人でちょっとした旅行に行くとき、そんなときは3列目を倒して2列目を思いっきり後ろにスライドしてみるというのはいかがでしょう。十分な荷室スペースを確保できるだけでなく、2列目の空間がさらに広々として、より一層ゆったりと快適なドライブを楽しむことができますよ。いかがでしょう。 CX80 のパッケージについてご理解いただけましたでしょうか。 CX80 をぜひお店でご確認ください。